まずお聞きしたいんですけど、韓国人と日本人ってバルサにフィットするのはどっちですか？いや、どっちがフィットとか、多分人種でくくるのはもう多分ナンセンスだから、今まず。あ、はいはい。別にいい選手は日本人でも韓国人でも出てくるし、はい、サッカー的に多くの日本人が見下しているタイ人からでも、うん、日本人より全然優れてる選手は出てきてるし、うん、例えばね、うん、はいはい、ヨーロッパがあんだけ見下してたアメリカからも今ものすごい選手がどんどん出てきてるし、うん、人種は関係なくて、もういかにこういい環境で育成されるか、うん、でいい環境で育成された選手がいかに早くヨーロッパの環境に行けるか、うん、っていうのが重要で、うんうん、だからうん、日本人からでも久保とかが出てきてる、うん、で韓国人からもイガンインとかソン・フンミンとか、うん、もう本当に若い時からヨーロッパで育成されてた選手っていうのはやっぱり出てきてるし、うん、ちゃんとそれなりのところでプレーしてる、うん、だからうん、まあ正直言って大卒で出てきてレギュラーになって活躍しましたとか、そんなのもう全然意味がない、発揮しって、うん、なるほど。という、まあ、ということは、まあ、人種でくくるのは良くないということですね、こういう話は。あ、ちょっと話がずれちゃったけど、人種でくくるべきじゃないし、はいはい、うん、ね、要は育った環境ってことですね、うん、だと思います俺は。まあその流れでももう一つ聞きたいんですけど、はい、現役の韓国代表と現役の日本代表、これガチメンバーで組んだら現状強いのはどっちか、難しいな、難しい、多分、うん、選手のネームバリューとか、うん、チームで全体での、うん、こうヨーロッパの所属率とか、うん、なんだろう、こう外国人に見して知ってる選手何人いますか、うん、とかで言ったら、うんうん、日本の方が多いとは思うんだけど、うんうん、韓国にはソン・フンミンがいるから。ああ、なるほど。ソン・フンミンはもうね、今プレミアであんだけの選手、うん、ね、だって俺正直今スターリングよりソン・フンミンの方がいい選手だと思う、うん、今の結果だけ見たらね、うんうん、まあこの前メキシコとね親善試合やりましたけど、あれ2失点してるじゃないですか。うんうん。で、その2失点されたその相手のフォワードとソン・フンミンを比べたときに、ソン・フンミンの方がクオリティが上ですよね。メキシコって誰が点取ったんだっけ？ラウール・ヒメネス。ああ、いやラウール、いや、そこはね、ちょっと比べられないかな、俺は正直。あ、だって全くタイプが違うから、はいはい、ラウール・ヒメネスはセンタートップだし、うんうんうん、ソン・フンミンは左ウィング。うん、全然お互い得点に対してのアプローチの仕方が違うから。ああ、なるほど。どっちもいい選手だし、ものすごく。どっちもビッグクラブから狙われる選手。はい、じゃあ、ピースとして全く違うから。はい。質問変えるんですけど、あの時2失点してる現状、うん、踏まえると、ソン・フンミンから2失点する可能性もあります。ね。全然ある。全く同じだけの確率がある。ですよね。うん、うん、だし、なんだろうな、まあ、正直俺は韓国の方が今強いと思う、
なるほど。じゃあ仮に90分のうちの前半45分でソン・フンミンに2ゴール入れられましたと、うん、で相手の監督がもうソン・フンミンを怪我させたくないからということで、うん、後半早々ベンチに下げて、うん、控えの選手と交代させましたと、うん、そういう時に日本は頑張れば3点取って逆転できますか？まあ、ソン・フンミンの控えで誰が出てくるか分かんないけど、うん、誰が出てくるか分かんないし、うん、正直別にそこまで韓国サッカーをこう調べ上げてるわけでもないから、うん、分かんないけど、はい、うん、いいです、体感的なざっくり。いやでも正直 2-0 から3点取るイメージなくない？日本代表が45分で。まあそれは多くのファンがおそらく同じ意見だと思うんですね。うん、うん、これが 2-1 で折り返してて2点取れだったら分かる。うん、うん、なるほど。 2-0 で失点のリスクの管理しながら日本が3点取りに行くのは俺結構難しいんじゃないかなって思う、今の日本代表が。うん、そうね。うん、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Facebook、インスタもやってますのでフォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。